ステーシー・オーグモンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州パサデナ出身の元バスケットボール選手、原指導者。現在は、NBA のサクラメント・キングスの選手育成を、務めている。ネバダ大学ラスベガス校時代は、ダリー・ジョンソンや、グレッグ・アンソニーラとともに、同大学のスター選手として活躍し、 3年生時の1990年には NCWA トーナメント優勝の偉業を達成した。1991年の NBA ドラフトでアトランタホークスから全体6位で指名された。ルーキーシーズンの1991から92シーズンは平均13、3得点を記録し NBA オールルーキーチームに選出。1993から94シーズンは レニー・ウィルケンズの下、チームはリーグ最高の57勝25敗を記録。オーグモン自身も自己最高の平均14、8得点を記録したが、プレーオフではセミファイナルでインディアナ・ペイサーズに敗れた。1996年夏、デトロイト・ピストンズに移籍するも、シーズン途中にポートランド・トレイル・ブレイザーズに移籍。1998から99シーズンは、 プレーオフのカンファレンスファイナルまで勝ち上がるも同シーズンに初の NBA チャンピオンに輝いたサンアントニオスパーズの前に4戦全敗で屈した2001年シャーロット・ホーネッツに移籍するもチームは翌年ニューオーリンズに移転2004年から2シーズンはオーランド・マジックでプレー。2006から07シーズンはプレーできず2007年10月に デンバーナゲッツと契約するも、開幕前に解雇され引退した。デンバーナゲッツを解雇され引退したオグモンは、同チームの選手育成担当コーチを就任し、コーチ業を開始。2011年までナゲッツのコーチを務めた後、同年5月に、母校のネバダ大学ラスベガス校のアシスタントコーチを就任。2016から17シーズンからは、 ミルウォーキーバックスのアシスタントコーチを務めている。1988年ソウルオリンピックでデビット・ロビンソンらとともにアメリカ代表で出場したが、銅メダルに終わった。ありがとうございます。